はい、じゃあまた今年はどんなになってるか気にしたいと思います。はい、こんにちは。
山ツアー途中で、まあ、終わったんだけど、で次こっちの右側のツアー、こっちは割とちょっと目数が少ないので、まあ、ちょっとスムーズに行くと思います。はい、行きます。
じゃこの2本終わりました。ちょっと片方両方ともなんかちょっと急ぎ足になってしまったんで、そっちは割と良かったかも。取れたまあ一応余計なで大体取ったんで、またこれで来年整うと思います。はい、このやってる最中また皆さん見て選定してみてください。いろんな技あるんでいろんな手になりますよね。はい、まあ去年よりだいぶ腫れてる変な冬枝は徐々に毎年切れ減っていくんで、毎年取っていけばだんだん挟みやすくなります。残しすぎて過密にしすぎるとまた中でごちゃごちゃになってしまうので、それを揃えつつ目を増やしていって綺麗に整えていくっていう、私はそういうやり方してます。はい、ではここまで見てくださりありがとうございます。またチャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。では失礼いたします。